こんにちは、ルピナです。今日はね、転職を探し続けて疲れちゃった人に向けてお話しします。まずね、転職がなかなか見つからないとかね、もうなんだかよくわからなくなっちゃったっていう人におすすめしたいのは、一旦この仕事にするとかお金にするっていう枠をから外れて、その枠を超えてみて、ライフワークとかね、好きなことって何だろうっていう広い視点から見つめ直してみてほしいなっていうふうに思ってるんですよ。もっと言うと、自分の命を何に使いたいのかとか、どんなことで自分は輝きたいのかとか、ね、何をしてたら楽しいのかとか、一生続けていけるの、いきたいのかっていうような、もう少しこう一段階上の視点、高い視点から見つめ直してみることを、見つめ直すというかね、楽にリラックスしてでいいんだけれども、そういう観点に立ってみるというのを ぜひお勧めしたいです。理由はね、3つあって、まず1つ目は、本当に好きなことってこう頭で探して見つけるもんじゃないじゃないですか。例えばね、カレーライスのカレーが大好きだとして、食べるのにハマって、そのうち食べ歩きにハマって、作るのにハマってスパイスもね集め出しちゃったみたいな人がいたとして、一番最初ってその好きな料理を見つけようと思って見る絵見つけたわけじゃない、ないじゃないですか。気がついたらハマってた、美味しかったからハマってたみたいなことで、カレーじゃなくてね、例えば芸能人だったとしても、好きな芸能人を探して見つけようとしたとした場合ね、無理やりこう頭で考えて、この人かな、この人にしとこうみたいな探し方しかできないじゃないですか。だから本当の意味でね、大好きだなと思えてるかって言ったらちょっと疑問ですよね。だからこう魂の転職って、魂の深いところからの喜びとか大好きっていうものをが見つかることだから、頭でね決めるもんじゃないんだよっていうのが、まず1番目の理由ですね。2番目の理由としては、人はね、どうしてもこれまでの体験をもとに転職を見つけようとしてしまうんですよね。例えば学校の成績とかがね、ずっと最下位だったのに、それでこうね、才能を見出してくれる人ももしかして いなかったとしたら、学者になろうとか、どんなにね好きな分野があったとしても、その研究でそれを転職してやっていこうなんていうふうに思えないじゃないですか。知り合いにね、長と結婚した男、林太郎っていう友人がいるんですけど、彼は成績が最下位だったわけじゃないけれども、でもその長女が大好きで、国鳥っていうのがあるらしいんだけどね、国の長女、大紫の飼育をして、その分野だけで今ね、仕事にしてやっていこうとしてるんだけれども、蝶々だけでさ、食べていけるなんて誰も思わないと思うんだけど、でもそのね、林太郎さんの蝶太郎って呼ばれてるんだけどね、その蝶太郎さんの人柄とかね、その熱意ですごくたくさんの人が応援し彼をしてて、いろんなことが、ビジネスとしてもそうだし、 YouTube とかもそうだし、ここにね、リンク貼っとくんで、ぜひ見てもらいたいんですけど、面白いからね。そんな形でね、もうどんどんね、こう普通じゃ考えられない展開、テレビに出たりね、その大紫ランドを作るっていう計画が出てたりね、まさにライフワークがね広がって仕事になり、それが発信になり、人集めっていう、すごく素敵な形で、どんどん進めているんだけれども、そんな感じでこう過去の経験で無理だなって思っちゃうのが、ほとんどのパターンなんですよ。仕事にしてね、お金にしてっていうことだけに縛られちゃうと。でもう一つ言うと、そのお金のことっていうのはすごくトラウマになりやすい分野じゃないですか。ご両親とかね、両親がお金に対してのすごく狭い思い込みとか、なんか狭いこう分野でお金っていうものを捉えられてなかったとしたら、もうお金にすることを考えるってこと、そのもの、お金そのものがね、トラウマになってたりする人ってね、意外と多いんですよ。だからお金にしなきゃっていうふうに考えた時点でもう、なんかね、こう楽しくワクワク転職を探すってモードじゃなくなっちゃうんですよね。そして3番目としては、
もうこれもね本当に大事なことなんですけど、ほとんどの人、まあ、私も含めなんだけれども、自分の可能性っていうのをすごく低く見積もっちゃうんですよ。自分の命をね、お金を稼ぐために使い倒したい人ってまあまあいないじゃないですか。ワクワクしないし、なのにその仕事とかお金っていう概念にね、さっきも言ったけど当てはめてしまって、ワクワクしない探し方っていう風になっちゃってる。だからもう本当にこの質問自体が小さいから、さっきね一番最初に言いましたけど、魂の自分が輝く分野は何なんだろうとか、私という命をどういう風に使っていった時にこう本当に心の底から喜びが生まれるのかっていう、こう一段階ね広い高い視点で自分自身の可能性っていうものを見直していけると、その先というか、その大きなものの中の一つが転職、仕事とかお金っていうものなんだよって。か、自分はその仕事、自分自身の命っていうのは仕事とかお金を超えたもっともっともっと可能性にあふれた大きな存在なんだよっていう、観点に立ってほしいなというふうに思ってます。で、今日もね、シカゴに住んでる女性の誘導瞑想の個人セッションっていうのを私やってるんですけど、まあ、ゆっくりね、こう必要な癒しやとらわれを解いていくと、彼女はね、こう何をしていってかわからない、まあ、まさに転職がもうわからなくなっちゃった、どうしていいかわからない、何かやりたいんだけど、でもなんか焦るばっかりで何もできないっていうような悩みだったんだけれども、まあ、何回かね、セッションしていくうちに、書くことがライフワークだっていうのがね、こう本当にこう心の底からパキッとね感じられたんですよね。で、今日はね、書き出して、ブログを書き出して、結構ね長くてしっかりして面白い内容なんですけど、10日目だというね報告を聞きました。楽しいから習慣になってるし、楽しいから続けられるっていうのを聞いてね、なんかすごく私も嬉しかったんですけど、さらにね、もう書くことがもう早くもね仕事になっていて、なんかウェブのコラムの執筆者にもなったらしいんですよ。ね、すごい、すごくないですか。で、さらにというか、一番嬉しかったのが、なんかこうね、自分のブログを楽しみにしてくれてる人がいて褒められるんだけど、だけど褒められたらもっとさらに楽にね、力を緩めて書いていこうっていうふうに思うんですって言われて、あ、これだこれだって思ったんですよね。人の期待に応えなきゃっていうふうに思っちゃって力が入っていっちゃうんじゃなくて、やりたいことをね、やりたいようにやれる、この感覚ですよ。この感覚ができるようになったら、その感覚のままで仕事にするとかお金にするっていうのもできるようになりますから、自然体のままでね、好きなことでお金を稼いでいくっていうことができるようになっていくと思います。ということでね、今日は転職探しに疲れたらという人向けの、まあ、お話をしたんですけど、転職とかね、魂のビジョンとか、まあ、いろんな言い方があると思いますけど、こういう話ね、大好きなんで、まあ、よかったらいいねとかね、コメントいただけると、また撮ろうかなっていう気持ちにどんどんなっていくと思うのでよかったら応援してください。ではまたお会いしましょう。またねー。